はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎でございます。というわけでタイトルの通り、ちょっと1週間ぐらいコロナで寝込んでおりまして、それについてのお話をね、動画にしようかなと思っております。いつも同じ背景ですみません。そしていつもスマホで撮ってるのでね、スマホクオリティなんですけどお許しください。というわけで、はい、この1週間ぐらいね、もう見事にコロナでダウンしておりまして、どういう経緯だったかっていうのをね、話そうかと思うんですけど、コロナが流行り始めてから今まで、まあちょっと無症状の場合はわからないですけど、一応熱が出たりとか、その目に見えてわかる症状でコロナにかかったことはなく、で母親とね2人で住んでるんですけど、どっちも今までないっていう感じだったんですけど、先週の金曜日21日ですね、母親が39度の熱を出しまして、で母親が全然風邪ひいたりとか熱出したりとかするタイプじゃなくて、結構強い人なんですけど、でその母親が39度の熱を出して、ああもうコロナだろうなとその時点でね思ったんですけど、そうで金曜39度で具合が悪いってことで、まあ、母親が倒れて、うわーこれ一緒に住んでるし移るのかなと思って、で怖いなと思ってたんですけど、でまあ、その翌日の土曜ですね、母親が、家でやるコロナの検査キットで、まあ、即コロナ陽性の印が出たみたいで、で、まあ、コロナであることが分かり、うわやっぱりかと思って、で、まあ、かかんないといいな、気をつけようって思ったんですけど、もうその日の夜ぐらいからなんかちょっと喉の様子がおかしくてですね、私がこれはうつったかと思って、でまたその翌日の日曜ですね、日曜の朝起きてなんか具合悪いなと思って熱測ったら、その時は38度、でもやっぱまあ普通に過ごしてて、まあちょっと具合悪くて微熱とかはありますけど、38度は基本的に何かになった時しかあんまり見かけない数字だと思うので、ああもうこれはかかった、終わったと思いまして、でまあそこからあれよあれよと、まあ40度、母も私も40度みたいな感じだったんですよね。で、まあ、症状としては最初とにかく高熱、結局丸3日ぐらい40度近い熱が出たのかな、とにかく高熱が最初にガンと出て、でその後喉に針が刺さってるような激痛、その喉の痛みがきて、でその後に今度ひどい風邪みたいな、咳、鼻水、くしゃみ、喉の痛みみたいな、ひどい風邪みたいな症状になって、で今度熱が下がって、これ今なんですけど、今は全く匂いがしないですはいですね、味もあんまりしないですね、でも匂いの方が本当に匂いは全くしないって感じで、味はまあかすかにはするかなとは思うんですけど、まあでもひどい風邪ひいた時って味しないことあるじゃないですか、まあだからそれと同じような感じなのかなと思いますけど、うん、まあ何食べても美味しくないし、とにかく匂いがしない、本当に例えばですけど、匂いの強いなんかこう柔軟剤の原液みたいなものとかを鼻に近づけて吸い込んでも本当に何の匂いもしないみたいなぐらい、今は匂いがしないです、うん、まあ匂いがしなければやっぱり味もしないと思うのでね、はい、つながってますのでっていう感じかな、うん、熱はもうね下がったんですけど、まあ、体調はあんま良くはないですね。なのでとにかく最初にいきなり高熱、高熱からの喉の痛みからのひどい風邪からの味と匂いがしないみたいな今感じ、うん、ただやっぱり母親の方が体が私より強いので、私本当に弱いので、母親のが早く元気になってましたね、はい、私はまだちょっと微妙という感じなんですけど、まあでももう熱がないのでだいぶ楽ですね。本当に40度出続けた時は本当にきつくて、もう解熱剤を飲まないと何もできないっていう感じだったので、うん、まあなんとか解熱剤飲んでヒーヒー言いながら動画編集してたんですけど、私本当にずっと寝てるのとかが苦手で、そう暇があんまり得意じゃないのでね、なんかしてないと嫌になっちゃうっていう感じだったんで、まあ解熱剤を飲みながら動画編集をしたりとか、まあ、ペットのお世話をしたりとかねしてたわけですけど、はい、まあ本当につらかったですね。ちょっともう二度とかかりたくないね、まあ二度とかからないっていうのは無理なのかどうなのか分かんないですけど、本当に二度とかかりたくないっていう感じです、うん、まあコロナもいろいろ種類がありますので、みんながみんな私と同じ症状というわけではもちろんないと思うんですけど、
とにかく本当にしんどかったんで、皆さんもぜひかからないように気をつけてください。あのね、私本当に外に出なくて、基本的にスーパーに買い物に行く、それも毎日じゃない、スーパーに買い物に行く時と2ヶ月に1回美容院に行く時と3ヶ月に1回歯医者さんにクリーニングに行く時以外は全く出かけることがない、本当に。で、まあ母親は会社に行ってるんで毎日通勤がありますけど、ただその室内にいる時はマスクを外すこと全くないみたいなので、まあそれでもかかるよっていう感じです。うん、あのちょっとした本当に運が悪かったっていうかね、タイミングとかちょっと弱ってたとかね、そういう時にまあやっぱりかかるんで、皆さんもぜひお気をつけください。あの本当にしんどいんでかかんない方がいいと思います。うん、はい、というわけで、今ねこれがコロナで寝込んで今初めて撮る動画がこれなんですけど、ちょっとゲームの動画の続きが全く撮れてないので、明日からねまた徐々に撮っていこうかなって今思ってますので、ちょっとお時間空いちゃうと思うんですけどお許しください。まあもう治ってきてるんで、ゲームの動画撮ったり音楽作ったりして過ごしていこうと思っておりますので、はい、ちょっとお待たせしてしまうかもしれないんですけど、まあ治ってきてるんだなと思っていただければと思います。うん、そうですね、そんな感じかな。はい、あとちょっと最後にこれまあ参考になるかわかんないんですけど、まあ、もしね皆さんがコロナにかかってしんどいという時があるかもしれないので、参考になればと思うのですが、あってよかったもの、まあ、とにかくスポーツドリンク類、まあ、何でもいいんですけど好きなもので、私はあのソルティーライチがめちゃめちゃ好きなので、ソルティーライチのさ原液が売ってるんよ、薄めて飲むやつ、それをひたすら好きな濃さで飲んでました。うん、なのでまあスポーツドリンクのようなもの、まあソルティーライチはスポーツドリンクじゃないかもしれないけど、一応そういう塩分と糖分の入った飲み物ですね。はい、あとアイスだね、もうアイスは本当にありがたい本当にね、もうアイスがあってよかったと思った、この世にぐらいアイス良かったし、ウィーダーインゼリーみたいな、あの吸うタイプのゼリー、あのスプーンですくって食べるやつじゃなくて吸うゼリーがすごいありがたかったですね。うん、なので吸うタイプのゼリーと、まあ、ヨーグルトも良かったかな、ですかね。ヨーグルトも吸うやつあるじゃないですか、私はヨーグルトはスプーンですくうやつしか食べなかったんですけど、あれもあの吸って食べれるヨーグルトもあると思うので、そっちの方が良かったのかなと思います。なんかそのスプーンで口に運ぶみたいな元気がないのもあるし、あとね喉がとにかく死ぬほど痛い時に、水よりも、水っていうか飲み物よりもゼリーとかヨーグルトとかちょっとなんていうの、とろみのあるものっていうのかな、そういうものの方が喉に優しかったですね。うん、っていう感じでしたね。なので、まあ、アイス、ゼリー、ヨーグルト、スポーツドリンク的なもの、これでもきっと皆さん同じようなこと言ってると思うので、皆さん共通してそうなのかなと思いますけど、あの本当にありがとうって思ったので、もしねコロナでしんどいってことがあったら、そういうものをなんかネットスーパーで注文するなり、誰か買ってきてくれる人がいたら頼むなりするといいのかなと思います。はい、そんな感じです。ちょっと本当にね、ずっとずっと寝てたんで、めちゃめちゃ顔がむくんでるの、まあんまわかんないかもしれないですけど、全然食欲なくて全然食べられなかったんで、多分太ってはないと思うんだけど、ずっと横になってたからすごい顔がパンパンなの、これがいつ治るんだろうと思ってますけどまあそのうち治ると思いますんでね。はい、まあ、そんな感じです。以上です。はい、というわけで皆さんも気をつけください。また徐々に動画は再開しますのでよろしくお願いします。というわけで、じゃあまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。